どうも皆さんこんにちは。ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もウクレレを使っていろんな曲をやっていきましょう。今回はですね、まあ、初ジャンルといいますかですね、初音ミクの曲で千本桜ね、こういう曲があるんですよ、はい、これはですね結構な方からリクエストをいただいてまして、ちょっと私も勉強しましてですね、今日拾ってみました。で、黒草 P さんという方が作られた曲だそうでですね、なんかこうジャパニズムというか、なんか雰囲気が出てるなということで、ちょっとやってみたいと思いますが、いつものようにウクレレ練習用に適しておる簡単バージョンのコード進行ですが、やっぱり、ね、この曲も右手の勢いっていうかすごい速いんですよ、もともとの曲のテンポがですね。なんでまあちょっとゆっくりめですけど、ちょっとそのスピード感を失うようにスーッとできるとかっこいいかなと思います。そしてまあ最初にとりあえずまたいつものように一回プレイして、その後まあちょっと解説を入れようと思うんですけど、後でね超簡単版もプレイしてみようと思いますので、まあまあひとまずはちょっとやってみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。1,2,3,4 忙しいというかスピーディーな曲ですよね、はい。ポイントはですね、やっぱりデンデンデケデケデンデンデケデケ、こっちでもね、まあ、頑張ろうと思えば、まあ、できるのかと思うんですけど、なんか口で言った方が盛り上がれるっていうのが私のスタイルでございましてですね、まあまずはそこから始めてみるのはいかがでしょうかね。でやっぱり右手が難しいんで、ちょっと後でやりますが、超簡単に弾くバージョンのちょっとデモ演奏もやります。その前にコードの確認をしてしまいましょう。はい、ですね、まあちょっとこの上だけ見ていてください。はい、そうするとですね、 Am7C Dm この辺結構もう大丈夫じゃないですかね。 Em7 これ結構最近まあ私の中で要注目なんですけど、これ Em が難しい人は Em7 で置き換えられることが結構多いです。これ簡単ですよね。要は G7 と人差し指がないやつなんで、はい、 E7 もねここ同じ位置なんでね。まあ、あと D、これ D はまあ私の動画ではちょこちょこ出てきてますんで、まあ今日はちょっとあんまり触れません。E7、まあ基本的なコードで一応できるんですよ。問題は一番最後のラストの部分でキーが上がるんですよね。その時のまあコードがちょっと難しいかな。ここに出てくるのはまず Bm ですね。
全部人差し指で押さえて心地よいと足す。これですね。まずこのバレエとか制覇とかいうやつ、まあ私の動画でもよく出てくるんですけど、ポイントはですね、また言いましょう。ここの節があるんで、この面は使わずに、ちょっとこっちの面、ここを使うと平らなんで、大げさにやるとこうではなくてこうです。大げさですよ、すごく。はい。そして1対1で親指と人差し指をギュッと、ここでギュッとこう力を込める。それでいてこっちにテコの原理でこういう風に引っ張り込む力も入れるって、がっちり押さえる。それで押さえた上でちょいと足す。これが制覇とかバレーのポイントですね。はい。まあ、あとは Fm7、 ちょっと難しそうに見えるんですけど、一番下のここですね、 Fm7。 まあまあ実際押さえてみると楽で、結構ちょこちょこ出てくるやつ。 G7 の弦を1個そのままセットで上げた、ただこれだけです。まあ私のズバリ提案はですね、最後キーを上げないのがいいと思います。あれは演出上、まあ、かっこいいんですけど、そのまま終わってももういい、十分かっこよさ伝わってると思いますね。では超簡単版なデモをちょっとやってみたいと思うんですけど、何が簡単かといったら右手ですね。じゃあちょっと雰囲気、イントロからサビぐらいまでやってみますね。こんなんです。じゃんじゃんじゃん、こんな感じでやるだけでも歌のリズム感がすごい出せればいけると思います。はい。で、先ほどのちょっと奏法に戻りますと、感情線のところでね、止めてたんですよ。感情線を、これはね結構難しいです。見てください、触れることによってこっちの響きを止めてます。右手は使ってません。感情線を走り抜けて、これ C ですね。いちいちタッチで止めるんです、左手で。まあまあチャレンジしたい人はこれやってみてくださいね。あとはもう16ビート主体なんで、こういうノリがどん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 身についてくれば、このグループも出せてくると思いますよ。はい。そういうわけでですね、千本桜ウクレレで挑戦してみましょう。まずは歌ってコードが弾ける、これにチャレンジしてもらってから、どん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 ステップアップしていくのがおすすめだと思います。はい。それでは皆さん、ウクレレでどんどん大好きな曲をやっていきましょう。またこの動画でお会いしましょう。ガズレレのガズでした。さようなら、バイバイ、チャオ。